はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、デスピアにファーニマルをぶち込んだファーニマルデスピアというデッキをねご紹介していきたいと思います。まあちょっとフリー対戦用なので、あの手札誘発とかあの抹殺とかそういうのは全然入ってないんですけども、意外とランク戦でもね、なんか手数でゴリ押ししてることができるんで、なんかね意外と勝てるフリー対戦用って言いながら結構強いデッキができたかなと思います。デスピアが皆さん、あの引きました、心拍ルーラーズマスクね。これでゲットできるこのデスピアっていうテーマが、まあ、融合テーマとすごい相性がいいんですけど、まあ前回ね捕食デスピアっていうデッキご紹介したと思うんですけども、今回はですねファーニマルと組みました。ファーニマルデスピアです。ファーニマルもね、まあ、融合テーマなんで、あの相性は結構いいんですよ。楽園劇場とかで、融合モンスター融合召喚していけるんで、レベル80なんでね、あのファーニマルも結構、相性はいいんですけど、そこにやっぱりね、そのエッジインプチェーンっていう、この最強モンスター、捕食デスピアでもやりましたけど、エッジインプチェーン融合デストイパッチワークを無理なく入れることができる、ファーニマルっていうテーマ、これが相性がいいんだよね。ファーニマルってさ、ファーニマルデッキの時もやりましたけど、ものすごいアドバンテージ獲得能力が高いんですよ。融合召喚って基本的には、融合と、まあ、素材を2枚使って1枚出していくんで、アドソンなんですよね、基本的には。だけど、ファーニマルっていうのは、アドバンテージ獲得能力がすごくて、例えば、エッジインプチェーンだったら、墓地を送られたら、デッキからデストイカードを手札に加えるっていう効果を持ってるし、まあ、そもそもデストイパッチワークが書いてることおかしくて、融合とエッジインプを持ってくるっていう1枚が2枚になるっていうのは、強欲の壺びっくりみたいな効果してるし、あと、このファーニマルウィングね。こいつが、トイポットをね、墓地で送りながら、カードを1枚ドローして、さらに、1枚ドローするっていうのが2枚ドローぐらいできる。で、さらに、トイポットが墓地を送られたらファーニマルとかサーチできるから、まあ、さらにここで1枚ドロー、1枚サーチ入るから、なんかこいつもアドバンテージやばいでしょ。で、さらに、ファーニマルペンギンも、これ融合素材になると2枚ドロー1枚捨てができるんで、まあ、基本的には1枚ドローですよね。これがね、めちゃめちゃ強いんだよね。この辺のモンスターたちが。アドバンテージ獲得能力すごいから、まあ、ここのアドバンテージ獲得能力とデスティアを組み合わせて、なんかひたすらに手数で融合していくっていう、まあ、そういうテーマです。まあ、盛らずに一旦3、4回は融合できるね、このデッキ。はい。まあ、一応ね、ガチ環境だと、まあ、手札誘発とか、妨害がいっぱい飛んでくると思うので、まあ、そこでちょっと、融合止められたりとか、まあ、劇場止められたりとか、いろいろあるかもしれないけど、まあ、あったところで貫通できる、妨害を貫通できるレベルの手数は持ってると。そういうデッキです。はい。ぜひね、動かし方は対戦をご覧いただければなと思いますので、早速ね、デッキレシピは概要欄に貼ってるから読んでください。早速この、ファーニマルデスピアの手数をご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、このデッキ楽しいんだよな。僕バカなので、なんかシンクロデッキとかは、ちょっとルートが難しくて意外と覚えるの大変じゃないですか、展開ルート。融合デッキって、なんかそんなに難しいルートないんですよね。それがね、なんか肌に合ってると思うわ。うん。とりあえずなんか、手数でゴリ押ししていくっていう、なんかその場にある手札で、めっちゃ融合していけばいいから。なんかね、このデッキ楽しいんだよね。うん。っていう言葉聞いとくわ。打天使、出た、イシュタム。打天使もデスピアが来て結構強化されてるらしいですからね。打天使デスピアっていうデッキ意外と強いって聞きましたけど、どうなんだろうね。打天使デスピアもちょっと組んでみたいなと思って、ね、思ってんだけど、デスピアは持ってるけど打天使パーツ1枚持ってないからサイズきたか。なるほど。これはどっから入ろうかな。これどっから入ろうか迷うくらい手数多いんですよね。まあ、一旦愚かな服装で、こいつなんか無限包囲をケアしてきてんじゃん。相手のフィールドになんかあるな。増進、まあ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 いいよ。増進いいよ。要は増進なんて投げられたところで殺せばいいんだろ。とりあえず一応、まあ、1枚ドロー減らしとくか。楽園開幕1枚いらねえから楽園開幕してて、デスピア持ってくればいいから。うららー。あいつ強ないハンド。マジか。まあでもね、この程度では止まんねえっていうところを見せて差し上げますよ、このデッキが。まずは愚かな服装の効果によって、もちろん墓地に送るのはトイポットで、トイポットが墓地に送られたため、トイポットの効果を発動していく。トイポットの効果によってもちろん、これは何持ってくればいいんだ。これはイルカか、こうなので、ですね、まあ、ここ通んなかったらさすがに無理。
これは通んなかったらさすがに無理で、ファーニマルオール効果召喚成功時、あ、オッケーオッケー、通るわ、通る通る通る、融合、さすがにね、融合来なかったらこの敵何もできないから。で、融合していく。で、融合の効果発動を、まずは一旦、まあ、ペンギン巻き込みますか。まあ、ペンギン巻き込んでいきましょう。で、エッジインプサイズとペンギンで融合デストイクルエルホエール。で、クルエルホエール融合召喚で、ここで、チェーン1をこっちにすれば、うらら、まあ、うららもう打たないから意味ねえか。うららあんま関係ねえわ。で、デストイクルエルホエール、効果発動。さらにその効果にチェーンしてデストイクルエルホエールの効果発動。これでファーニマルモンスターの召喚権が1回増えるぜ。ここで手数聞きたいですね。融合か、楽園劇場か、なんかが欲しいかな。まあ、ここはデストイリペアを送りましょう。で、打点上がりながらの、クルエルホエールからの、楽園鎌倉効果発動しない、エッジインプサイズの効果を発動する。はい。で、除外して破壊免れながら、お前も、お、なんだ？なんかあるぞ。なんかあるぞ。なんだこれ。ああはい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 、破壊耐性落ちたんね。あ、強っ。で、で、トイポット墓地送りましょうか。トイポット墓地送る。で、トイポット効果増。トイポットが墓地を送られた場合、ファーニマルモンスター1体を手札に加えることができる。で、当たり前にドルフィン持ってきて、で、墓地に落としておいたデストイリベアの効果を発動。このカードをゲームから除外することにより、手札からファーニマルモンスター1体を特殊召喚できる。これによってファーニマルドルフィンを特殊召喚。そして、ドルフィンの効果を発動していくぞ。ドルフィンの効果によって、墓地で存在するトイポットをセットし直し、そして、デッキより、もちろん墓地に送るのは、そう、ファーニマルウィン。そして、トイポットを発動。今は発動する必要ないな。そして、ファーニマルウィングの効果でまた融合を引きに行けばいい。ファーニマルウィングの効果発動。ファーニマルウィングは、墓地からファーニマルモンスター1体を除外して、1枚カードをドローし、さらにトイポットを墓地に送ることによって、よーしこれがファーニマルの泥力だよ。これがファーニマルの泥力。どうですか、どんだけアドバンテージ稼いでるんだと思いません？カード何枚増えてんだみたいな話ありませんか皆さん。で、融合発動していく。ここは1回クエルティスですかね。で、まあ、ここはこいついらねえかありがとう、闇属性モンスターを送りつけてくれてありがてえわ。で、デスピアンクエルティスを融合召喚。そして、デスピアのドラマトゥルギアの効果を発動。ドラマトゥルギアの効果、さらにその効果にチェンジ、デスピアンクルティスの効果を発動。レベル8以上の融合モンスター以外の攻撃力を全てゼロにする。プルルルル、よし。そしてデスピアのドラマトゥルギアは特殊召喚。そして2体のモンスターで力召喚。笑わろうやばこのデッキ。ベルテアナコンダ。そしてファーニマルベアの効果によってトイポットは一応セットしておいて、そして、プレータープランツベルテアナコンダの効果を発動。ベルテアナコンダの効果により、フィールド上のこれ超融合もできるけど、まあさすがにこっちかで、あ、超融合入ってなかった。こうして、でもう一丁デスピアンクエルティスだ。行けすげえ並ぶやん。さあ、めっちゃ引きましたね。やりましたね。いっぱい引けてよかったですね。まあ、ライフポイントは残るかどうか知りませんけどね、あなたのライフは。どんだけ引かしてもいい。このターンにライフを削れば問題なかろうだろうな。ファーニマルクソ楽しい対戦、ありがとうございました。今回構築結構ファン寄りなので、まあちょっとそこら辺ご了承いただければなと思うんですけど、このゲームね、結構ランク戦がほぼほぼ遊び場として何ランク戦くらいしかないと思うので、若干ね、そのなんかガチ以外の構築紹介するの微妙なんだけど、このデッキ、ね、結構手数多くて割と楽しいんですよ。意外とランク戦とかでも普通に勝てるから。ああ、誘発ないけどね。デクストイクルエルホエールの効果を発動していくぜ。ちなみに相手ターンに融合できる唯一のカードを言ってもいい。そしてデストイクルエルホエールの効果、攻撃力をアップする代わりにデストイカードをエクストラデッキまたはデッキから墓地に送るという効果を持っている。
これによってデストイリペアを墓地の国、一番最初戦のこれだっけ、どれだっけ、一番最初戦これかで、サイズで墓穴入ってんのか、なんかエルドリッチとかじゃなさそうだな、これなんだろう。なるほどね。一旦ファーニマルベアの効果かな。さあ、ファーニマルベアの効果を発動、トイポットをデッキからセットするよという効果。さあ破壊するかい、何ですかあのデッキは。とりあえずトイポットをセットしていく。そしてトイポットでトイポットを捨てるか。トイポット効果発動、トイポットの効果を使い手札を1枚墓地に送ることによりデッキトップを見て、それがファーニマルか1チンプだったら特殊召喚できるとかいう効果があるか、融合だった。まあ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 いいでしょう。で、トイポットの効果発動、墓地に送られた場合ファーニマルまたは1インプを持ってくることができるぜ。あ、ちなみに1インプは1インプシザーしか持ってこないですけどね。これはさすがにイルカか、イルカでめっちゃバックアート稼ぎでいくしかないよこれね。イルカほんと強いですよこれ。これこのイルカこんな可愛い顔して死ぬほど爆発的なアドバンテージ稼げるんで、こいつめっちゃ強いんですよね。でファーニマルドルフィンの効果と、ファーニマルドルフィンの効果によって、墓地のトイポットをセットして、デッキから、ファーニマルを墓地に送るっていう効果を持っている。これで、あー無限法よ。オッケー。まあ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 、このぐらいでは止まんないっていうところ見せたら差し上げますよ、皆さん。こんな程度では止まんないですかね、我々は。で、無限法用で効果無効になっていく。ドルフィンが無効になったため、ウィングは墓地に送れないが、まだまだ手数はある。デストイパッチワークを発動。デストイパッチワークの効果により、融合とエッジブモンスターを手札に加えるというぶっ壊れ効果。1枚が2枚になっていく。このカード書いてること絶対おかしいんだよね。このカード絶対書いてることおかしいっていう。そしてだな、融合2枚あるので、まあ、とりあえず1枚使っていきましょうか。何これ、あー、リペアか。で、融合発動。っていうのの融合によって、ファーニマルとエッジインプを墓地に送っていくぞ。まあ、これ1回デストリクルエルホイルですね。エッジインプチェーンとファーニマルドルフィンを墓地に送り、融合召喚現れろ、デストイクルエルホエル。そしてクルエルホエルの効果はの前にだな、チェーン1こっちがいいか、チェーン1エッジインプチェーン効果、チェーン2デストイクルエルホエルの効果、お互いのフィールド上のカードを1枚ずつ選んで破壊するって効果、そしてドルフィンの効果によって墓地の融合をデッキに戻すという効果。さあこれによってウレラとかをケアしていくスタイル、これで、あれですね、トイポットを爆破して相手のカードを爆破していくっていうスタイルね。ちなみにこのレベル9が2段並んでるんで、はか、あーなーまあまあいいよ別に。あ、チェーンね、あ、なるほどね。まあ確かに、それ止めると、それ止められると結構きついな。確かに、アドバンテージが稼げないっていう話はある。ただもう一回融合できるな。さっきドルフィンあれだな。ドルフィンデストイリペアの効果で出したことあったね。これ デスピア聞いたら消化器アマラッシュでよかったな。ちょっとミスったか。とりあえずまあ相手のカードは全部ぶっ破したわ。全部ぶっ破していく。でトイポットの効果を発動していくぞ。さあトイポットの効果によってもちろん持ってくるのはペンギンちゃんだよ。ペンギンちゃんもこれもアドバンテージ稼いでくれるからね。ペンちゃんも何出せんだと。全然なんかデスピアの要素全然絡んでないけど、これシンプルにあのファーニマルの手数でゴリ押してるだけだけど、まあ一旦こうかで、一発もう一回融合できるので、これあれだったな、これさっきデストイリペア使って、これここでね引いたデスピアとかも一応効果発動できるんですよね、召喚すれば。これちょっと見すぎましたね、さっきデストイリペアの効果使えばよかったです。で、クルエルホエールとペンギンで融合召喚してデストイサーベルタイガー、そして、2枚ドローして1枚捨てる効果チェーン1にすれば、まあ、相手の裏もケアできると。でデストイサーベルタイガーの効果によって墓地から融合モンスターを特殊召喚するという効果を持っている。さあこれによってクルエルホエールが蘇ってくる。はい、ドーン。わー、言った通りだった。こうなるんだよね、これ召喚器アマラッシュってなかったわ、完全にこうなるんだよね。ちょ、あのね、デストイリペア使った方がいいです、墓地の。
で特殊召喚した方が消化器余るんで、はい、確率に見せましたけど、まあどっちにしてもね、ライフを削り切れば問題はなかろうなのだ。対戦ありがとうございました。どうこのデッキの手数すごいでしょ。さあハンド、あー悪くないね、これは悪くない、これは悪くないが、デスピアで楽園開幕持ってきて、開幕でエッジンプチェーン切ってみたいな動きしていけばいいし、まあ服装でトイポットも送れるし、割と手数的にはいいんじゃない。まあ、相手の制圧がどのぐらいか知らないけど、あー LL か、なるほどね。 LL 結構あの特殊召喚バウンスしてくるやつめっちゃきつくない。まあ、一応あの出した時に殺せるからデストイクレルホエルでしょれんだけど、あのモンスター、あーでもあれか、戦闘効果で破壊されたやつ横に並べられたらきついな。なんだっけ、おっぱいブルンブルンロビちゃんの横に最悪に並ぶさ、破壊耐性あるやつ、あれいるとちょっとめんどくさいですね。はいはいはい、このデッキもそこそこソリティア長えな。ゴーストリックデュラハン、あこれもしかしてさ、最強モンスター出そうとしてないこれ。ちょっと待って。あれこれ待って。リディカルデスクにはバードサンクチュアリは、下に重ねることできるんだよね。あー、で、それ素材何個？素材何個？ 9 個？あ、やばい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 ソリティア長えと思ったわ。ふざけんなこいつ。